城に行くと見かける石垣、実は様々な種類があります。石垣は、石の加工による分類、積み方による分類、外観による分類の3つに分けられます。まず石の加工による分類を解説します。石の加工による分類は石の加工程度によって、野面積み、打ち込み剥ぎ、切り込み剥ぎの3つに分けられます。一つ目の野面積みは自然石をそのまま積み上げる手法です。鎌倉時代末期に現れ、戦国時代ではよく用いられました。そのまま石を積み上げているだけなので、隙間や出っ張りがたくさんあります。そのため敵が侵入しやすく、高くて角度をつけた石垣を作るのが、難しいという欠点があります。一方で隙間から水が抜けるので排水性が高く、大雨が降っても崩れることがあまりないという利点もあります。二つ目の打ち込み剥ぎは、石の角や面を打ち、隙間を減らして積み上げる手法です。野面積みと比べると、石の形に統一性があり、石同士が噛み合っています。関ヶ原の戦い以降、この手法が盛んに用いられるようになりました。三つ目の切り込み剥ぎは石同士が密着するように、加工してから積み上げる手法です。江戸時代初期以降に多用されるようになり、非常に強度が強いので最も高い石垣を築くことができます。切り込み剥ぎの特徴は排水口があることです。石同士が密着しており排水できないため、排水口が設けられています。次に積み方による分類を解説します。石垣の積み方は、布積みと欄積みの2つに分けられます。布積みは継ぎ目が横に一直線になるように積み上げる方法です。高さを揃えるために石を同じ形に加工する必要がありますが、高い技術がなくても積み上げることができます。しかし少し強度が低いという問題があります。二つ目の欄積みは不規則に積み上げる方法です。安土桃山時代以降に用いられました。この積み方は強度が高い石垣になりますが、積み上げに高い技術が必要です。今回、解説した積み方以外にも石垣が崩落しないように、既存の石垣の前面を補強する巻石垣という積み方もあります。最後の外観による分類は三義積み、谷積み、亀甲積み、玉石積み、笑い積みの5つがあります。一つ目の三義積みは慶長10年、1605年以降に用いられました。石垣の隅を、石の長辺と短辺を交互に重ねることで、強度を高める積み方です。二つ目の谷積みは石を立てる積み方で、1800年代中期以降に用いられた比較的新しい積み方です。三つ目の亀甲積みは、石を六角形に加工する切り込み剥ぎの石垣です。力が分散するので崩れにくいです。手間と技術が必要であるため、江戸後期に用いられた程度で、あまり見かけることはありません。
名前の由来は、亀の甲羅の模様に見えるからです。四つ目の玉石積みは、その名の通り玉石を用いた積み方です。強度が低いため、高い石垣はできません。花崗岩がなく、川の石を使用した横須賀城などで見ることができます。五つ目の藁積みは、大石の周りに比較的小さな石を積む積み方です。名前の由来は笑っているように見えるからと言われていますが、はっきりとしたことはわかりません。以上で石垣の分類についての解説は終わりです。今回の動画で石垣の種類について、興味を持ってくれたら嬉しいです。石垣の種類がわかると、作られた時代を推測することができるようになります。ぜひお城に行くときは石垣にも注目してみてください。昔の建築技術の高さを実感できると思います。次回は天陽石について解説したいと思います。